月7日、イカを満載した第8聖徳丸が沈没。27名の犠牲者を出した青森県八戸港。出稼ぎに来ていた犠牲者の遺族が今やっと駆けつけました。収容された遺体は16。助かった人はわずか5人。富谷部さんはイカ箱にしがみついて漂流、7時間目に救助されたのです。船主の家には残る11人の家族が万に一つの望みをかけて詰めかけています。もう絶望と分かっていても諦めることができません。岩手県久慈の小袖部落では13所帯が14人もの働き手を一時に失ってしまいました。大久保さんの家では中学を出たばかりの長男を失いました。働き者の長男に一家の望みがかけられていたのです。資源の少ない小袖部落の経済は出稼ぎによって支えられてきました。秋イカのシーズンを迎えた9月初め、八戸漁港は去年の2倍という高値で活気づいていました。豊漁貧乏に泣いてきた船主たちはこの機を逃すまいと連日先を競って出漁。釣り子は歩合で一晩およそ2、3万、積めば積むほど儲かるだけに無理を承知で操業。第八聖徳丸の場合も3000箱という膨大なイカを詰め込んでいたため、常識では考えられない凪の海で転覆してしまったのです。借金に追われながら一発にかける船主。自前の釣り具を担いで船から船へ稼ぎ回る釣り子。そうした零細漁業の姿は宿命のように遭難を繰り返し、去年1年だけでも死者行方不明は全国で170人に上っています。9月9日、小袖部落ではまた2つの葬列が墓地へ向かいました。30代の働き盛りが9人、20代の若者が12人、そして10代の少年が5人。出稼ぎの寂しさに耐えてきた小袖の女たちは今全てを失ってしまったのです。漁民たちは安心して働けるよう訴えています。